はい、ということで、今日の、私の着物を皆さんにご紹介したいと思います。見ての通り、これはね、大島紬です。白大島と呼ばれるものですね。スッキリでも着たんですが、この大島は非常に、生地感が、これ一重仕立てにしています。一重一枚、大変軽くて薄くて、もちろん暖かいんですけれども、照り感が、ツヤ感がいいんですね。なので、テレビに出る時などは非常に華やかに見えます。これは白地黒地のもの、もう全て含めてなんですけれども、大島のこの見た目の艶やかさ、華やかさっていうのはこの着物の特徴の一つだと思います。そして今日この着ている私の着物は、沖紬工房さんというところのものです。素晴らしいですよね。本当にこの伝統の技というものに毎回感服をいたしますけれども、さあ、この大島、よくよく見ていただきますと、細かいかすりが、これは老眼にはかなりきついんですけど、入っておりますのが見えますか。はい、こう、うつむ、かすり、十字かすりの模様によって、折り方によって非常に幾何学的な模様、そして引きで見るとグラデーションを映し出していて、でこの花、これはですね、ユーナと言います。沖縄や奄美地方の主に沿岸部に咲いている、黄色いとても可愛らしいお花なんですけども、有名なところで言いますと、佳子さまのお印の花でもあります。ここはちょっと青っぽく色が出てるんですけど、本来はこのユーナというのは黄色い花で、朝咲いてだんだん色がこうオレンジっぽくなっていて、その日のうちに花が落ちるというような、とても可憐で、そして南国の夏、6、7、8月を象徴する花になっています。なので私はこの、着物とっても大好きなのは、ユーナは花もとても好きだし、もちろんこの大島紬の風合いの素晴らしさも相まってのことです。大島紬もそうですけど、紬っていうのは全国各地でおられていて、かついろんなそこの土地土地の風物、花鳥風月みたいなものが織物に反映されていることがとても多いんですね。なので大島紬は、もちろんこれだけではなくって、ユーナの花とかだけではなくって、いろんなその、風物文化が柄や、織になって、反映されています。なのでこのユーナの花なんかは、例えばその織り端で、あるいは、その工房で、織る方が、制作をされる方がふと外を見たら、素敵な可憐なユーナの花が咲いていて、それをぜひ織物に写し取りたいなと思ったんじゃないかなと想像するような、ロマンがあって、私はこれが大好きなんです。ユーナという花はですね、本当に南国の方たちにとっては、奄美の方や沖縄の方たちにとっては大変思い入れのある花だと思うんですね。子守唄があるんです。子守唄って最近ないですよね。私もほとんど歌った覚えはないんですが、でもこれは知っていますっていうかね、最初のワンフレーズしか知らないんですけど、ちょっと歌ってみたいと思います。ユーナの木の下で揺れる風鈴、リンリラリンだったと思うんですよね。ユーナの咲く、暑い夜というか夕暮れに、香りもとてもいいんですけど、子供を寝かしつける優しいお母さんの子守歌が残っていて、だからですね、私本当に織物っていうのは大好きなんです。一枚の布から
いろんな文化とかいろんな人たちの思いがこう伝わってくる。これが着物の私の楽しみ方であり素晴らしさだと思っています。ありがとうございます。今日の帯はこれは私がもうずっと使っている、ロツズレの帯です。この着物にはもちろん袋帯などを合わせることもあるんですけど、今日はもうちょっと暑くなってきたのでロツズレを合わせてみました。じゃ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 ん。そして今日のセンスです。今日のセンスは、はい、私の大切な友人からいただきました手書きのこちら胡蝶蘭になってます。胡蝶蘭は洋花ですし、最近のものですから年中使えるとても便利な花をセンスとして持っています。でもですね、こちらに裏を見てみますと、お、これは春蘭、蘭なんですけど、一応ここにも里と名前を書いていただきました。こちらにも蘭が入っています。お扇子、今日はこんなものを指してました。はい、思わずちょっと夕菜の花を思い出して歌ってしまいましたが、ぜひ、着物探訪に一度というか再び沖縄や奄美地方を訪れてみたいと思う今日の里でした。今日の私の着物を皆さんにご紹介したいと思います。今日は浴衣です。もうね、この暑さの中で絹も織物とかはなかなか勇気がないです。汗かくでしょ？暑いでしょ？やっぱり暑いんですよ。もちろんシャとかロとか夏物はあるけれども、でも暑いということで簡単に洗える綿の着物をおすすめです。これは浴衣と聞いても浴衣に見えないぐらい非常にこう何て言うんですかね、柄も蘭菊の格調高い、これは欧州古紋というふうに筑前さんが言って販売しているものですけれども、この地色も大変私は気に入っていますし、この染めもいいでしょということで、今日はこの欧州古紋を中に、襦袢を着て着ています。なので大体の方はね、騙されます。浴衣だよって言って、浴衣なのそれっていう。なので下にこうやって襦袢の、襟を合わせることでちょっと高見えするというか、だからこの襟の仕立ても、広襟って言って、なんていうの、着物の襟仕立てと同じになってバチ襟って言ってこうペタッとなってしまうものは浴衣っぽくちゃうんですけど、広襟というふうにして着物と同じ仕立て方にしてあります。そして帯は、これは、博多帯なんですけども、夏献上といって、ちょっと透かしが入った夏用の、博多の献上になっています。とても気に入っていて、夏は大活躍しますね。そして、それにちょっと夏用の透かしの入った帯締め、そしてこれも夏物のお土産。お土産はねそんな見せないのよね。だけど着物によっていろいろです。まあね、もう木綿の着物はね、浴衣および木綿の着物はねとにかく自由だと思うんで、自由に着てます。以上、今日の私の着物のご紹介でした。今日はですね、展示会の方にお邪魔しているんですけれども、私の後ろにあるのが浴衣です。見てるだけですしね、まとまりなんですけれども、水の、流れ、そういったものを表していて、非常にこうなんかヨーヨーにも見えてきますけれども、そしてこれが朝顔、すごく夏らしい、こちらも朝顔、そしてこちらは椿なんですけれども、ちょっとこう縦に水色を入れることで、涼やかな、ちょっと雨が降っているような感じを。で、椿って冬の花だよねと思うんですけど、今もうそんなに、春夏、今
ろんな TPO を考えなきゃいけないんですけど、実は冬の花を夏のものにあしらうことで逆にちょっと涼しさを演出するみたいなものもあります。で、菊の花もありますけど、菊は秋じゃないのと思うんですけど、もう春夏秋冬、これは縁起のいい花ですし、日本の花としていろんなところに取り入れられています。で、洋花もある、ガーベラとかもある。ちょっとプリントになってますから、ちょっと写真みたいな立体感があって、本当に今こういう見方も進化してますね。素晴らしいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。